ハーバーを見下ろしたシャシングランドハーバーは、マルタ島の天然港で、マルタ共和国の首都、城塞都市バレッタの主要な湾である。バレッタには他にマルサムシェットハーバーがある。少なくとも、フェニキアの時代から、港として使用されている。天然港は長年にわたって拡張され、ドック、埠頭、要塞などの施設が建てられた。イギリス統治時代からは、 グランドハーバーと呼ばれている。港の出口は北東の方角に開き、セールモポイントが北の境界となっている。さらに隔てられた防波堤で守られ、リカソリポイントが南の境界となっている。北西海岸はシベラス半島でシュトバレッタとその郊外フロリアナが占めている。この半島も第二の並行した天然港マルサムシェットハーバーから、 グランドハーバーを分けている。グランドハーバーの主要水路は内陸のマルタへと続く。港の南東海岸は多くの入江や岬がある。小さなリネラ湾、カルカラ湾、ドックヤード湾、フレンチ湾、そして小さなマチカルカラ、スリーシティーズが占めている。マルサムシェットハーバーと共にグランドハーバーは緩やかに隆起する土地の中心にある。 発展は二つの港一帯を成長させ、丘陵を上がる八型の窪み全体が、効果的に一種のコナベーションとなっている。マルタ人口の大半がフロリアナの半径 3km 以内で暮らしている。ここは現在ヨーロッパ有数の人口過密地帯となっている。グランドハーバーは268年間、西洋羽ネ騎士団の基地であった。騎士団が島を追われた後、 イギリス帝国がさらに170年間軍事基地とした。1550年代終わりに、竜巻によって600人の死者とアルマダ船舶に被害が出た。港一帯は、オスマン帝国が、聖ヨハネ騎士団を追い出そうとした1565年の、マルタ大包囲船の主戦場であった。1798年6月に、聖ヨハネ騎士団がナポレオンに降伏し、 フランスの占領下に置かれたが、1800年9月に、港湾区域が、マルタの反政府勢力と海上の英国海軍によって、封鎖され、フランスは降伏した。その後、イギリスの保護国から、植民地になった。第二次世界大戦中の1940年に起きた、マルタ包囲戦では、一体全部が情け容赦ない爆撃を受けた。港湾周囲のドック、 軍事装備が数軸国側の爆撃機の正当な標的だった。しかし、巻き添え被害によって、バレッタと周囲の街の大半が破壊され、多くの民間人犠牲者を出した。港とドックは、現在も活用されているが、イギリス軍がマルタから出て行ったことで、その軍事的意義を失った。マルタ貿易海運の相当な部分は、現在カラフラーナにある。 新たなマルタ自由光が担っており、20世紀前半に比べると、グランドハーバーはとて落ち着いた雰囲気となっている。グランドハーバー、1565年マルタ方位戦のオランダ語資料から、ありがとうございます。